会社を辞めたと伝えられた陽子は俺を激しく罵倒した。冗談じゃないわよ。せっかくいい会社に入った男とくっついて一生ブランド物を買えるようにしたかったのに、居酒屋？笑わせないでよね。陽子の物言いは強烈そのものだった。あんまりだわ。今すぐ別れるわよ。あんたにはもう何の価値もない。陽子はそう吐き捨てて立ち去った。俺はもう返す言葉もなかった。小さい頃から俺はエリート大学というものに憧れていた。クイズ番組の中でどんな難題にもスラスラと答える人たちが何よりも輝いて見えたからだ。だから将来は絶対エリート大学に入ってやるぞと決めていた。しかしどれだけ入りたいと願っても選ばれた人間しか入れない。俺は誰よりも努力したつもりだったが、なかなか上がらない成績だが、それでも俺は諦めきれなかった。そして全てを犠牲にし、さらなる努力を重ねてようやく入ることを許されたのだ。合格を知った時、俺は心の底から幸せな気分になった。とうとう努力が報われたのだ。俺はとにかく勉強一筋だったから、遊びや恋愛なんてまるで知らない。当然この年になっても女性と付き合った経験はなかった。だからこそ俺はこれからの大学生活を思い切り楽しんでやろうと思う。大学に入った俺はテニスサークルに入った。サークルには他校の人間も入れたから目立つ人ばかり。俺なんかがやっていけるのかどうか不安だったが、ある日一人の女の子が話しかけてくれた。一緒に練習しよう。その女の子は他校から参加している陽子。彼女が通っているのはいわゆるお嬢様系の大学。富裕層の生まれらしく、いわゆる社長令嬢というやつだ。サーブ上手になったんじゃない？陽子はいつも明るい笑みを浮かべている。そして初心者の俺をよく気にかけてもくれた。いつの間にかサークル活動以外でも会うようになり、俺は彼女のことを異性として認識するようになっていた。入学から数ヶ月後、なんと俺は陽子の方から告白された。陽子から付き合ってくださいと言われた時、俺は信じられなかった。俺なんかでいいんですか？もちろん、あなたがいいの。困惑する俺に対して陽子はそう笑ってくれた。こうして俺たちは付き合い始める。陽子はブランド物が大好きで、ファッションに無頓着な俺とは正反対。そのバッグ、ずいぶん高そうだね。パパからしたら安いよ、こんなの。陽子はよく父親が買ってくれたというバッグを見せびらかしていた。当然嫉妬するものも少なくなかったが、彼女はまるで気にしていなかった。しかし大学3年生の時、陽子の父親の会社は倒産。陽子も大学を退学したが、それでもブランド志向は止められなかったらしい。お金がないにもかかわらず、いつも新作のバッグを買っていた。大学を卒業した俺は大手企業に就職する。有名な大学を出ているからということで、面接や研修でもなかなかの好印象を与えることができた。陽子にそのことを話したら大層喜んでくれたし、落ち着いたら結婚したいとまで言ってくれる。そんな風に言われたら俺も頑張るしかない。俺は毎日仕事に打ち込んだが、配属された部署が悪かった。毎日のように上司から嫌味を言われまくったのだ。こんな簡単なこともできないのか？大学は裏口入学か？連日理不尽な罵倒を受け続けた。家に帰ると毎日辛くて涙が出てしまった。しかし陽子に電話して吐き出そうにもなかなかつながらない。メールの返事だってもらえなかった。
やっと電話に出てくれたかと思うと、忙しいからの一点張り。こんな状態が長いこと続く中、俺は陽子との関係に疑問を抱き始めた。仕事はギリギリのところで踏ん張り続けたが、俺は超人ではない。半年も経つ頃には体調に悪影響が出始め、朝起きれなくなって遅刻を繰り返すようにもなった。家にいても心が休まらず、食事も満足に取れない。ある時、幸運にも有給を取れた俺は、それを使って実家に帰省する。仕事のことを相談された家族は本当に心配していた。特に弟は、久しぶりに見た俺の痩せ衰えた姿を見て驚愕した。今すぐ辞めなきゃダメだよ。それはできないよ。半年で辞めたら職歴になんて書けばいいんだ。じゃあ俺と店をやろうよ。前々から飲食店をやろうと思ってたんだ。兄貴とならやっていけるはずだよ。大変かもしれないけど、一緒に頑張ってみない？ありがとう。少し考えてみるよ。やがて休みが終わり、次の出勤日が来た。俺の体は重く、とうとう大きく体調を崩してしまう。俺は無断欠勤を数日続けた挙句、とうとうクビになってしまった。俺は社会人失格だ。そんなことないよ。どん底に沈む俺を弟は何度も慰めてくれた。そして強く説得された俺は、弟と共に居酒屋をやることが決まった。その後、俺は陽子にそのことを告げる。しかし、会社を辞めたと伝えられた陽子は、俺を罵倒した。冗談じゃないわよ。せっかくいい会社に入った男とくっついて、一生ブランド物を買えるようにしたかったのに、居酒屋？笑わせないでよね。陽子の物言いは強烈そのものだった。あんまりだわ。今すぐ別れるわよ。あんたにはもう何の価値もない。陽子はそう吐き捨てて立ち去った。俺はもう返す言葉もなかった。陽子の本性があらわになったのを見て、俺の心は限界に達してしまう。もはや居酒屋を成功させるしか道はなかった。俺は弟と貯金を出し合って、かろうじて物件を借りることに成功。しかし俺たちが住んでいるエリアは観光地ゆえに地価が高く、一等地の物件には到底手が出なかった。だから居酒屋は人通りの少ない狭い路地の一角。このままではダメだ。情報を持っていない人はまず間違いなく来れない。ゆえに俺たちはまず地元の観光協会に相談してみた。町内地図や情報誌への掲載を依頼するためだ。しかし協会の会長の反応は芳しくない。君たちのような若者がやっている店は下手すると短期間で潰れてしまう。だから信用できなくてね。早々に見切りをつけられると地図を作り直さなきゃいけない。人気のある長寿店じゃなきゃ難しいね。そんな、そこをなんとか。俺は何度も頭を下げたが、決定は覆らない。これでは観光客に知ってもらうことができない。俺たちは悩んだ末、ひとまず SNS を通じて発信してみることにした。また名物になるようオウムを購入してみた。言葉を記憶させてお客さんに楽しんでもらおうと思ったからだ。嬉しいことにこのオウムはすぐに言葉を覚えてくれたし、何より女性の声真似が本当に上手だった。開店から3ヶ月、少しずつではあるがお客さんが増え始めた。どうやら海鮮料理がうまいと口コミが広がったようだ。客層は若者が中心だったが、常連客も確実に増え続けた。特に
店の近くに住んでいるミキという女の人はほぼ毎日来てくれた。カウンター席に座ってお酒を飲み、やがて帰るというのが彼女のルーチンらしい。俺は少しずつではあるが、彼女と話すようになった。よかったら、ここで働かせてはくれませんか？ある程度距離が縮まったある日、ミキはそんな風に切り出した。ここの料理はとっても美味しくて、幸せな気持ちになれて、そろそろアルバイトをしたいなと思っていたんです。俺は心よく申し出を受け入れた。ミキは瞬く間に店のアイドルとなった。彼女目当てに店に来る客も多数現れた。この状況を踏まえて弟は提案する。何かコンテストに出て賞を取ることによって箔付けを行うのはどうかと。理由は箔がつけば観光協会の見方も変わるのではないかという期待。確かにそれも悪くないな。調べてみるとおつまみの全国コンテストが今度開かれるようだ。開催は年に一度だが、エントリー時期はまさに今この瞬間だった。よし、これに参加してみよう。俺は最高のつまみを作って何が何でも優勝することに決めた。弟とミキと一緒に連日深夜まで残って人の心をつかむおつまみの開発に勤しんだ。そうして出来上がったのは少し濃いめの味付けをしたイカ焼き。枝豆のガーリックソースをかけたこれは絶品以外の何物でもない。コンテスト当日、電車を乗り継いでコンテスト会場に到着した俺たちは、つわもの揃いの参加者を見て戦々恐々。俺たちは強烈な緊張感に包まれながらも、三人で必死にイカ焼きを準備した。そして試食。全参加者の試食が終了した後、審査結果が発表された。優秀賞として発表されたのは、なんと、俺たちのイカ焼きだった。俺たちは見事、1位を獲得したのだ。俺たちは泣きながら、三人で抱き合った。町に戻るなり、早速、俺たちは観光協会へ赴く。会長に、これで文句はないでしょ、と、現実を突きつけるために。これはもう認めるしかない。掲載させてもらおう。こうして、俺たちの店も地図に載せてもらえるようになった。そこからは怒涛のようなもので、客足は急激に伸び始めた。オウムも予想通り人気者になり、集客に一足買ってくれた。俺たちは嬉しい悲鳴をあげたが、そんなある日事件が起こる。見覚えのある女性が来店したのだ。その女性は苦い顔をしながら周囲を見回し、安っぽい店ねと毒づいている。陽子だった。確かに昔、陽子に実家の話をしたことはある。だが、まさか本当に来るとは思わなかった。しかも、よりによって、このタイミングで。陽子の隣には彼氏がいる。口数が少なそうな印象を受けるが、人柄は悪いようにも見えない。カウンター席に腰掛けた二人。料理を注文したのは男の方だったが、調理場の前だったので、会話は丸聞こえだ。あ、ふと目が合った時、陽子は苦い顔をした。俺に気づいたようだが、すぐに視線をそらす。医学部のパーティー、私も連れてってよ。彼女だって、私のこと、紹介してほしいな。もちろんだよ。君は来年、医者の妻になるんだから。当然よね。陽子の次なるターゲットは、この医学生のようだ。医学生自体は悪い人間ではなさそうだが、今回も金目当てなのは間違いない。俺は、昔の嫌な記憶をどうしても思い出してしまう。お待たせいたしました。俺はイカ焼きを二人の前に出す。おお、美味しそう。それを見た男性は
目を輝かせて箸を伸ばす。一口つまんだ男性は瞬く間に目元を緩ませた。最高だね、これ。来てよかったよ。一方、陽子は黙って食べるだけ。その後も男性が感動しながら頬張る傍らで、彼女は沈黙を貫いた。いやー、美味しかった。あ、トイレはどちらでしょう。こちらですよ。席を立った男性は、幹に案内されてトイレへと向かう。結構な量を飲んでいたから、無理もないだろう。まったく。男性がトイレに消えたのを見計らって、陽子は喋り出した。もちろん、視線は俺に向けられている。こんなまずい店、来なきゃよかった。最優秀賞が聞いて呆れるわね。結局、ただの居酒屋じゃないの。お店も安っぽいし、いかにもバカって感じ。辛辣な言葉だった。それを聞いて店内は重苦しい沈黙に包まれる。なんだよその言い方は。こいつ、兄貴の知り合いか？元カノだよ。俺は今今しげに吐き捨てるが、陽子は止まらない。今付き合ってるのは医学生よ。将来はお医者様だし、婚約してるから私の未来は安泰。あんたなんかと結婚するより何百倍もマシな人生が待ってる。誰一人近づいてこないあんたとは違うのよ。かなりのアルコールが回っているようで、陽子は蔑むように残った料理を突き返した。こんなの食べ物じゃないわ。まったく気分悪い。帰るわね。そう言って陽子は婚約者の財布から1万円札を取り出すと、俺たちの前に叩きつける。人様の金を一体何だと思っているのだろうか。俺と弟は揃って困惑した。しかし、俺が言い返そうとした時、トイレから男性が戻ってきた。え？張り詰めた空気を察した男性は驚いていたが、陽子は彼の腕を強引に引っ張る。そしてそのまま店の外に出そうと試みた。帰りましょう。店員から侮辱されたのよ。侮辱？さっきまでそんなことは全然なかったじゃないか。その時である。オウムがつい先ほどまでの陽子の言葉を連呼し始めたのだ。聞くに耐えない内容だったから、男性は露骨に嫌な顔をする。何言ってるのかしらこの鳥。陽子はしらを切ったが、オウムは陽子とはっきり口にしてしまう。途端に陽子は焦り始めた。ほらさっさと行きましょう。真っ青になった陽子。しかしオウムは構うことなく続ける。そしてとうとう医者がどうこうという話までぶちまけてしまった。どういうことだい？これは、君は金が目的で僕と結婚しようと考えていたのかい？もう、鳥がわめいてるだけじゃないの。陽子はそれでもしらを切ろうとするが、酔った客の一人が、オウムの言ってることはその通りですよ。俺も聞いてましたから。と追い打ちをかけた。そうか、悪いけど婚約の話は取り消してもらうよ。そんな、金があるから付き合っていただけとはね。心底を見損なったよ。じゃあ待って、置いていかないでと訴えたが、男性はその手を振り払って立ち去る。残されたのは絶望して立ち尽くす陽子だ。あの、そんな彼女に対してミキが話しかける。あなた見る目ないですね。ミキは続ける。私は彼のこと好きですよ。素敵な人だと思います。え？と思わず声を上げてしまった。ミキはそれまでそんな素振りを一度も見せていない。それが好意を寄せてくれているなど予想外だった。どうでもいいわ。陽子は
やり場のない怒りを抱えつつ、俺たちを睨みながら立ち去った。それはまるで逃げ出すかのようだった。思ってもいないことを言わせちゃったな。すまなかった。俺はそう言ったが、ミキは、え？と首をかしげる。あれは本心ですよ。あなたのことずっと前から好きでしたから。お付き合いしていただけませんか？突然の告白。凍りついていた店内の空気は一気に明るくなった。ほら、返事しなさいよ。お客さんたちは大いに盛り上がっている。その空気に背中を押されてか、俺も本心を口にすることができた。俺も好きです、よろしくお願いします、と。店内は歓声に包まれた。その場にいたみんなが俺たちを祝福してくれた。後日聞いた話だが、陽子はその後父親からも見限られたそうだ。当然ブランド物は一切買えなくなったし、そもそも仕事さえしていなかったから生活苦に陥った。そのせいで持っていたバッグや服は全て売却。今は結婚相談所に通い詰める悲惨な日々を送っているそうだ。一方、俺はミキと順調に交際。交際開始から2年後に結婚。この春には娘も生まれた。幸せな家庭を手に入れたわけだが、俺は弟と一緒に引き続き居酒屋を経営している。今では押しも押されもせぬ人気店で、予約を取るのも困難な状況だ。観光協会の会長は、この店があってよかった、と言ってくれた。そして開店当初の仕打ちを謝罪した上で、この店のおかげで町の活性化は進むだろうとも評してくれた。これはすべてあの時俺を誘ってくれた弟のおかげだ。弟の気持ちに報いるためにも俺はさらに頑張ろうと思っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。